おお、あんた歌歌えるじゃない。林の顔はいやいやよって言ったの。うんと、でも歌ってから。ああ、あ林の顔はいやいやよだって。怒りんぼは嫌だよ。泣き虫マンは嫌だよ。いじめっ子は嫌だよ。ポイ捨てマンは嫌だよ。飛び出しマンは嫌だよ。お母さんを困らせる子は嫌だよ。タバコを吸う人嫌だよ。林の顔は嫌だよ。待て、林の顔はって言ったらだよ。いいよって言ってね。わかった？わかった？わかった？裏切るんじゃないのよ。林の顔は。いやいやよ。全然面白くない。一二三三はい。一二三。1、2、3。数の中で書くのが難しいのが8という字と9という字でしたね。ちょっと練習してみましょう。皆さん手を出してくださいよ。鉛筆を持つ方の手を出してくださいよ。出してよ、いくよ。そしてこのペンと同じように動かしてみせみます。3、はい、ぐるーっと、もっと大きく大きく。3、はい、ぐるー。そうそう、前島君上手。そう、素晴らしい。あんたも手出してごらん、山口君も。いいか、宮君、そう、大きくいくよ。3、はい、ぐるー。9は、ウェイって、スタン。もう一回いきますよ。3、はい、ウェイって、スタン。8いくよ。3、はい、ぐるー。もう一回いくよ。あー、飛び出しちゃった。うるさい。3、はい、ぐるー。ダーン。ガクン。ウェイ、今度9いくよ。3、はい、ぐるーっと行って。バーン！余裕すぎた。雪だるまさんが言いました。小さい雪だるまさんが、だんだん大きくなって、また大きくなって、また大きくなって、こうなりましたね。でも先生は、これをバラバラにしてしまいます。バラバラになってしまいましたね。じゃあ今度は小さい人から順番に並んでくださいって言って言ったらね、はーいと言って、この人先頭かな、ん、もっと小さい人いるよ。この人が一番小さい、二番目に小さい人がこの雪だるまさんで、三番目の人は誰かな、この人じゃないね、この人じゃないね、あ、この人だ。3番目に小さい。じゃあその次はどの人かな、この人、やめろ、この人だ。でこうなったわけ。じゃあ1声出してよ。数には順番を表す時もあります、意味もあります。一番小さい。え、2番目に小さい、2番目に小さい。あんたいい声してる ね、 ね、ありがとう。あのこの人ってふざけててね、あれ変な声出してしてるでしょ、ね、あうう2番目に小さい、2番目に小さい。いいの見つけた。あとその3つ、その爆弾持ってきて。そうそう、これぶつけてやる。もう今日はもううるさい、寒す、これはいいわ。ボカーンボカーン、よし。声出してなかったり、ふざけていたり、変な声出したら、もうすぐこれ飛ばしてやる。うん。3番目に小さい。3番目に小さい。4番目に小さい。4番目に小さい。5番目に、ほら、大きいね。大きい。じゃあ、今度大きい順番にいくよ。1番大きい。1番大きい。2番目に大きい。2番目に大きい。
三番目に大きい。四番目に大きい。一番小さい。一番小さい。でもこの勉強あんまりやりたくないね。お化けだよ、怖い顔。見たい。見たい。見たい？見たい。一回見えた。見えた？青い顔しててね、髪の毛がパサパサでね、目がこんななってね、見たい？うん。やめとこう。やだ。やだもん、僕だって。やだよ。見たい。見たい。見たいの？ねえ、見たい。夢の中に出てくるよ。見たい？うん。ギャーって言っちゃダメよ。幽霊の顔よ。お化けよ。わかる？アバターの顔似てんのよ。ね。じゃあちょっと見せてやろうか。ジェーン。いた。怖いでしょ。全然。幽霊。幽霊はどこに住んでるか知ってるか？地獄。あ？地獄。地獄ってお墓に住んでんだよ。幽霊言ってごらん。な幽霊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 のお墓お墓の中には今誰もいません。幽霊はいません。さあ問題ですよ。最初に幽霊さんが、幽霊さんっておかしいな、5匹いました。あんまり人って言いたくないね、幽霊ってね。1匹2匹3匹4匹5匹どっちかって言ったら人間をね脅かすのが仕事だからね。こういうのはあんまりいい仕事じゃないのよ、ね、人を脅かす仕事なんて。 1,2,3,4,5 匹いました。いい？5匹の幽霊がお墓の中にいました。何匹いた？5匹。5匹いた。ところがその中の2匹の幽霊が子供を脅かすために出ていきました。バイバイ。そこで問題、お墓の中には今幽霊は何匹いますか？意見が分かりましたね。4匹でしょうか3匹でしょうか？3匹。ほんと？じゃあちょっと見てみる。数え方の幽霊には知ってる？幽霊の数え方教えてあげるから先生がやってやれってごらん。1匹3。はい、1匹。全然気持ちこもってない。もっと気持ち込めていい？1匹。そんな元気じゃないのよ。恨みつらみいっぱいあるのよ。2匹3。はい、2匹。あんたないじゃないの。あんた女の人に捨てられたことあるんでしょな。わかるわかる、その気持ち。なんでー。いやいや、幽霊っていうのはそういうその恨みがあるのよ。捨てられた男や女の恨みよ。わかる、山内くん、君よくわかってるよ。じゃあみんないいね。3匹。ほら、山内くんは生き人の心がよくわかってる。素晴らしい、君は捨てられた男の苦しみ悲しみよく知ってるんだな。あんた男に捨てられたことある？まだない。あんた男に捨てられたことある？まだない。あんたは？ない。僕あんねん。だから教えてやめる。今日特別レッスンよ。みんな指出しかな。指を噛む。そして先生が言ったように言うんだぞ。いいな。年長になると言わなくなるか。これひろしさん言ってごらん。ひろしさん、どうして？どうして？諦めたらいいの。3、はい、やりなさいね、ちゃんと。何おかしいね、あんた。もう行くよ。はい、指噛んで。悲しそうな顔して。これだったら、これの方がいいわ。ひろしさん、ひろしさん、どうして？どうして？あなたを、あなたを諦めたらいいの？あなた諦めたらいいの？ひとりさん、はい、ひとりぼっちがさん、はい、ぼっちが好きだよと。